竹漁取水丹、救命濁水道、当室は台湾高雄市大気駆逐漁里の公平経由岸にある日本統治時代に設置された濁水道の取水場。戦後は台湾地雷水耕市畜漁取水丹として稼働、一さ戸古跡に登録されている。新朝から明治政府に活譲された台湾では、平定時に多数の兵士が風土病に罹患したことから、 公衆衛生の向上を図るべく、ウィリアム・ケイ・バートンや浜野ヤシローラ台湾総特府の要請で派遣された技術者により、水道インフラ整備のための各地の地勢調査が行われた。河炭水系に係かる台湾総特府鉄道下炭水系鉄橋上流、約500メートル地点の大鳥山群、大気象竹古領に取水口が設けられ、濁光開発で需要の見込まれる。 沿岸武士街への上水道給水が計画された。1911年6月に寄港、当時の金額で総事業費122万1708円を、投じて1913年10月に観光、給水を開始した。途中、大樹省、小坪頂に設けられた小坪頂水源地で、6日後に、小坪長山に用水し重力落下方式で、 濁川西岸のことぶき山山6の濁水道、浄水地に届け、そこから沿海市街地に給水する方式が採用された1920年の行政区画再編に伴い濁水道から高尾水道へと解消。その後の人口増加を受けて3度にわたり、拡張工事を行った。その総額は728,467円で、 1933年3月時点で1日、最大16,700立方メートルの給水能力を確保する工事が完了した。管轄は、台湾総督府土木局から、台南町濁水道事務所、1924年からは、高尾市役所土木水道課と変遷した。第二次世界大戦後、高尾水道は、市営の高尾市政府地雷水管理所、 高尾市地雷水ところ、1974年からは台湾省地雷水工市第7区管理所となった。戦災復興後は国民政府のライダや重工業化の推進による工業用水需要の高まりで設備が増強されていった。1957年の87水災で公平系の水流が移動したため取水口からの副流水の取り込みに支障をきたすようになった。 米国から西側諸国への経済復興支援に一貫で対中華民国にも美縁と呼ばれる援助があり、その資金と台湾統合講師による施行で1960年に川床の伏流水を直接送り込む取水路が設置されたがそれでも泉量が不足し、1970年代からは地下水を直接取り込む方式に変化している。 地下水の消費が増えると地盤沈下が懸念されたため、1999年に取水炭上流側に公平系、川関が稼働し、主な取水源はそこから河川水を直接取り込むよう方式に回帰した。1998年12月31日、高尾県の戸籍登録広告。2012年に周辺は緑化と自転車道整備がなされた。 竹涼取水炭ポンプ室日本統治時代の西洋モダニズム建築の影響を受けた中華式と西洋式の折中の鬼瓦と妻川が特徴。操作室、事務室、機械室、副務室の4つの旨に大別される。戦前のポンプ場は設備を更新しながらも現在も稼働しているが、公平系、川崎の稼働で主要な役割はそちらに譲ったが、取水機能は 現在も使用できる、究極道駅から北に約 2km。ありがとうございます。